ザクセンバイマルは、現中林元州にあたる地域にあった、エルネスティン系ベッティン家が統治した広告。首都はバイマル。ザクセンバイマル家は、エルネスティン系ベッティン家の血統のうちの長子筋である。15世紀末、バイマル近くを含む現中林元州にあたる地域の、大半は、ベッティン家のザクセン選定校の領地であった。1485年のライプツヒ条約により、 ベッティン家領は、ザクセン選定公エルンストとその弟ザクセン公、アルブレヒト三世の間で分割され、エルンストは選定公くらいと中林原西部の領地を獲得した。ザクセンバイマル公が住むバイマル城、2009年撮影。エルンストの孫である、ザクセン選定公、ヨハンフリードリヒワルター派のシュマルカルデン同盟の反乱に加担した結果、 ハプスブルク家の皇帝カール5世に敗れて捕獲され、法益剥奪された。彼は1547年のビッテンベルクの降伏で、先帝皇いを放棄したが、1552年のパッサウノワ役で、ンゲンの領地を保持できた。1554年に、ヨハンフリードリヒが死去すると、息子のヨハンフリードリヒ2世が、ザクセン皇として、後を継いだ。 彼は、豪太に今日構え、先帝公いを奪回しようとしたが、盗賊のビルヘルム・フォングルンバッフ派男爵に焚き付けられて1566年に起こした反乱では、皇帝マクシミリアン2世によって、公益剥奪され、死去まで投獄された。ヨハンフリードリヒ2世の後をバイマルにいた弟のヨハンビルヘルムが継いだが、彼は、フランスをシャルル9世と同盟して、皇帝の不況を買った。 1572年、マクシミリアン2世は、エアフルトの分割を実施、エルネスティン・家領を、ヨハン・ビルヘルムと未だに囚われていたヨハン・フリードリヒ2世の二人の、息子の間で分割した。ヨハン・ビルヘルムは、ザクセンバイマル行為を保持、ヨハン・フリードリヒ2世の息子たちはそれぞれ南部の、コーブルク周辺と西部のアイゼナハ周辺を獲得した。この分割は、 エルネスティン家寮で行われた数多くの分割のうち最初のものである。その後の三世期間、エルネスティン家諸公に息子が二人以上いるときは領地がさらに細かく分割され、直系の継承者がいないときは再統合されるが、すべての領地はエルネスティン家が保持した。その結果、ザクセンバイマルは拡大と収縮を繰り返し、中林元諸公国は、 多くの飛び地を領有した。これは政治力が欠如する結果になり、諸侯は代わりに居上の華麗さや文化への貢献を追求した。領土喪失に苦しんだヨハン・ビルヘルムは翌1573年に死去、息子のフリードリヒ・ビルヘルム一世が行為を継承した。フリードリヒ・ビルヘルム一世が1602年に死去するとザクセンバイマルは 弟のヨハン2世と幼少の息子、ヨハンフィリップの間で分割され、ヨハンフィリップはザクセンアルテンブルクを獲得した。ヨハン2世の息子、ヨハンエルンツと一世は1617年に母のドロテア・マリア・フォーガンハルトを埋葬するとき、実りを結ぶ会という国語協会を設立した。三十年戦争が勃発すると、ヨハンエルンツと一世はプロテスタントのボヘミア王である。 冬王フリードリヒ5世を支持したが、フリードリヒは1620年の白山の戦いで敗北した。ヨハン・エルンスト1世は皇帝フェルディナント2世に行位を剥奪され、以降1626年にエルンスト・フォンマンスフェルトのハンガリー戦役で死亡するまでカトリックのハプスブルク家に精力的に対抗し続けた。 ヨハン・エルンツと一世の弟ビルヘルムは1620年以降、摂政を務めており、1626年にヨハン・エルンツと一世が死去すると行為を継承した。彼は最初は、プロテスタント側を支持したが、スウェーデン王グスタフ二世やドルフが戦死すると、リシュリウ数期境地下のフランス王国に雇われた、弟ベルンハルト・フォンザクセンバイマルの反対を押し切り、 アルベルティン・家が皇帝と交渉した1635年のプラハの和訳に同意した。30年戦争の間、ザクセン・バイマールの領地は多くのドイツ諸公領と同じく戦乱と薬病で荒廃した。1638年、ザクセン・アイゼナハとザクセン・コーブルクがヨハン・エルンスとの死で断絶すると、ビルヘルムはその医療の多くを継承した。 しかし1640年には弟のエルンスと1世とアルブレヒト4世に領地を分与せざるを得ず、ザクセンゴータとザクセンアイゼナハを再設立した。1672年にザクセンアルテンブルク公、フリードリヒビルヘルム3世が後継者のないまま死去したことで領土再編が再度行われた。ザクセンバイマル公ヨハンエルンスと2世はその医療の一部を継承したが、すぐに領土を 弟のヨハンゲオルク一世とベルンハルト二世に分与、ザクセン・アイゼナハとザクセン・イエーナを設立した。このうち、ザクセン・イエーナは、ベルンハルト二世の息子、ヨハン・ビルヘルムが1690年に死去すると、ザクセン・バイマールに統合された。バイマールの詩人宮廷、テオバルト・ホン・エルサク、1860年、フリードリ・ヒホンシラーが、シュロス・ティー・フルト・弟子を読み、 クリストフ・マルティン・ビーランとヨハン・ゴット・フリート・ヘルダー、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテが聞いている。ザクセン・アイゼナハ公、ビルヘルム・ハインリヒが1741年に死去すると、ザクセン・バイマル公、エルンスト・アウグスト・一世が、ザクセン・アイゼナハを相続した。以降2国は同君連合を組み、エルンスト・アウグスト・一世は、長子相続制を採用した。エルヌスティン系も、 参照1809年、ザクセンアイゼナ派と合同して、ザクセンバイマルアイゼナ派対抗国に統一。ありがとうございます。